どう、お元気でしょうか。ちょっと待ってください。あれ、コメント読み上げられてないんだろう。小沢さん、つないで。はい、ごめんなさい。聞こえてます？聞こえてますかね。音量大丈夫ですか。音量大丈夫でしょうか。あ、ここか。何しようか。しろゆみちゃん、立ち上がってる。立ち上がってるんですよ。そのコメント表示。声は聞こえてますかね。声はちょっと待ってくださいね。ちょっとだいぶバタバタですね。聞こえてますでしょうか。聞こえてますでしょうか。
とやっちゃうかもな。あ、ひょうたんさんが来てます。ひょうたんさん、かっぽうぎ、ひょうたんさん、いただいた妹さんだっけ。あ、見ます。ね、かわいかった。僕見てたんですけど、先週の放送で和田さんに見せて初めて。すごいリアクションだったよね、和田さん。めっちゃいい写真で、うん、なんかポートレートみたいな感じ。写真を送ると、え、釣りと間違われてブロックされる。それは何？小倉だ。よりによって野菜カレーなの。肉カレーでしょ。肉だから。夏野菜。肉だって前回やった。前回あれやったんだっけ？めちゃめちゃうまかった。めちゃめちゃうまかった？超美味しかった。カイさんが作ったから。今日だから。今日その辺の真意が問われるわけだ。味の調子が。何ドラゴンの湯？埼玉営業所でまた持ってきてて、野口部長が。野口部長が大好きなあれね。外にいる整備の人と職員さんにみんなに走り回って配ってたら、顔面になんか粉がついてたらしくて、2人で、終わった後に手洗って、2人が多分目つぶったかなんかした瞬間、もうめっちゃ痛くて。ドラゴンの湯って何やろ？何十倍も辛いってやつ？昨日は天ぷらしの40倍。毎回言うけど、エプロンは。ごめんなさい、ちょっと買ってきますけど。なんかさ、あれじゃない、ニコ生用のエプロンを作ればね、これ。なんかウェブで作ってくれそうじゃないですか。あ、確かに。私が切ったのがバレる。もっとカレーの中入っちゃえばわかんないから。わかんないですね。ちゃんとカンペ用紙とかすごいじゃんね。やめなんですよ。あ、まとめ自分で作ったの？あ、手順をね。じゃあもう全部、そう、もう全部みじん切りでいいんじゃねえかって言ってるよ。え？
食べ物の食感が。いやいや、もういいよ。野菜はほら、ちっちゃく切ったら子供たち食べるから。もういいや、これ。ちょっと真壁さん。はい、ちょっと 今切ってんだよね。そうそう、ノートをちょっと紹介したいけど、日産ノート。映ってますこれ。はい、こんな感じですね。見えますかこれが弊社最新型日産ノート、なんとまだ未稼働。え、そうなの？動いてない。まだ乗務してません。これからだから乗務開始はこれからですね。そうですね。ここで料理、そうそう、実はね、駐車場でバーベキューみたいなもんですね。そうそう、バーベキュー、夏だし、やっぱ夏だし、海ではないですけど、夏野菜カレーだし、やっぱ夏といえばね、やっぱ外ですから、バーベキュー、だから車を用意してるということで、そう、まあ、まだね、二稼働の日産ノート、いいっすよ、すっごい、中めっちゃ新車用意しますから、あんま処理いい良さがくっつったら怖い。乗り心地がいいってかな。希望ナンバー、あ、希望ナンバー、そこにうちの無線番号です。そうそう、無線番号だ。三和交通は基本的には新しい車は全て無線番号がナンバープレートになってます。で、まあ、三和交通は基本的に4000番台からね、無線は始まる。そうです、4400が、4400、500が横浜で、600番台が神奈川で、700番台が駅前と。そういうことですね。若干イレギュラーもありますからね。そうですね。中を見せたいところなんですが、動くカメラがないので、そうです、外見だけ。まあまあ、意外とね、高校の時も広くてね、評判はどうなんですかね。動いてないから評判ないでしょ。いやいや、乗った感じもありますよね。ただね、乗りますか。ただね、シエンタはいいのね、評判は。シエンタの評判はね、うん、せめえな。でも可愛いですよね。日産ディスってるぞ。まあ可愛いよね。可愛いです。小回り可愛さはいらないんだよ。まあまあ、ちょっと車これ以上前に出てきてもぶつかっちゃうだけなんでね。後ろの席もね、全然広いですし、もうなんて言っても新車の匂いたまらない。さっきの新車の匂い好き、半分に新車の匂いいい匂いじゃないですか。これ嫌いなの、酔っちゃう新車にダメ。なんかさ、何あの新車の匂いの方向材があるの、俺は買いたいけど。あ、わかる。ねえ、わかります。いや、ダメ、私もダメです。俺ずっとその匂いで車を乗りたいよ。ないない。俺この匂いで小さい頃どれだけ前に出したか。そしたらそれこそ膨らませてするからね。まあ別に言い訳ってわけないけど、音楽やできるから耳が三半規管が敏感なんで容器が多いです。え、自分で行きますみたいな。いらないですよ。何人分ですか今日は。10人分だそうですよ。わざわざ鍋買いましたからね。今日しか使わないだろう。これから使います。これから基本は10人前ね。で、あれ金沢営業所でね、本当はやりたかった。あれでしょ、次今度フライパンとかやり始めるから。フランボとかしなきゃ。金沢営業所大火事。大丈夫ですか。ちょっと壊れたらならないから。今とりあえず何をやってるんですか。今オクラを切ってます。問題はその玉ねぎを切るときですね。そうです。目がチカチカしちゃって、あ、もう止まらないみたいな。多分切り終わったら1時間終わる。一人一皿切り、そうですよ。一人一皿切りさんで10人。そうですね。佐藤のご飯も10個あるんですか、これ。そうです。10個あるんですね。あら、切りかけんじゃん。いやいや、もう延長するんで全然。よかったら料理作っていただいていいですか。俺食べる切ろうか。飲み水作ったもんね。えい、そうか、さっきあぶ、あの指詰めるのかな。ちゃんとあんまり経験がないみたいな。マジですか。あ、ちょっと玉ねぎをカレー作られますよね。いや、そうですよね。本当の主婦のカレーをちょっと。何だね。つまりおかわりなしと。やっぱ10人いないですね、今日ね。
ちゃんとね、カンペ持ってきて。
これでまずかったらどうしようかっていうか、ね、君あのしれっとすごい失礼なこと言ってるよ。カレーがまずいなんてことがあるのかって思う。なんで全部来てくんねえの。画面に向かって言えば本当に見てます。なんかもう野菜まみれとかちょっとやめてくださいね、本当に。僕だけちょっとルーだけにしまって野菜のこれはね、Eパワー。そうか、電気あんのかな。後ろハイブリッドって書いてある、後ろに。確かなんかね、ハイブリッドじゃないんじゃなかったっけな。ハイブリッドなんだっけな。誰か日産ノートのこと知ってる方あった。今日の我々がいまいち分かってない。一回も営業してないんですから。そうそうですね。仕上げたところです。これやっぱ作りが最新のね、最近の感じだからいいですね。エンジンのボタン出して見ました。あれついてるんですよ。360度アラウンドビューモードだ。あ、マジ？マジ？あ、まあ日産。タクシーにアラウンドビューモニターが付きたいですか。そうなの。しかもね、ここに映るからね、バックミラー。おー、あ、そうなの。すごい映る。あ、そうか。なんか違う話。まあでもないよりかっていうんでね。あれ、これバックミラーって、バックミラーだよ。2時間延長とかやめてください。お腹持たないですよ、本当に。ああ、なるほどね。小沢だけに何を食べても。ほら、見て見て、これを見て自分も料理しようと思いました。すごい。いや、そうじゃなくて、タクシーにしよう。こんな連中にできるならと。でもやろうじゃないと。違いますよ、皆さん。これを見て、僕もタクシーで働こうって思ってもらわなきゃダメなんですよ。趣旨がまだね。今日はそうなんですね。ちょっとあのマイクを買いました。マイクあるよ。このマイクは使ってません。今日はね、ちゃんと考えました。あれ使ってないこのパソコンだからね。真壁さんのところ一番聞こえてる。そうなの。今度はピンマイク。ピンマイクちょっといいですか。ピンマイクでも、ね、予算的にちょっと高いんで。ピンマイク明日の経費のどうしてくれって、はい、持ってる。ピンマイクってさ、ピンマイクであったとしてもミキサーが必要だ。このミキサーじゃダメなんですか。軽い。いや、あれだったらもうアンドも小さい。あー、小さいね。明日もお金ない。そうなんです。もう明日もお金もないし、事務所もないし、貧乏会社、うん、もうすぐなくなりますから、ね、そう、なくなっちゃう。消えて泡と消えてなくなる。泡と消えてなくなる。そういうことで、ここで重みにされそうだわ。大丈夫、まだ福田さんがいる限り明日目ありますから、ね、僕も一応明日目の名刺持ってるんですけど、まだ一応メンバー入ってるんですから、明日目研究員だって入ってない。入ってない。おいしそうだなって。おいしそうだなって。なんか画面においしそうな場面ありますよ。ナスがおいしそうってこと。水した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 左下。何なのさっきから真壁さんのディスり方は。いじられてなんぼでしょ。だってね、わーわーってそんな。普通にね、かなりいい匂いします。 ありがとうございます。これ聞いた。何何。明日目は福田さんがいいと思ってますって。明日目が、いや明日目は福田さんがいるからもう今傾いてる。本当に
普段ニコ生経費使いすぎです。そう、トーカちゃん。明日はお金ないから。明日で払わない。大丈夫、鍋代とか請求して怒られない。何鍋とか買ってんだろう。いや、田中部長か。たまに言われることもある。だって一回、ここで手巻き寿司した時は、材料費だけで発生するから。なんかね、番組制作ってそういうことだよね。そうそう。制作、番組制作費が発生なんて破格の安さですよ。さあ、皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。もう辛いものよりいいよって、これ溝口部長だよな、コメントしてるな、もうな。あ、溝口部長はいらっしゃるだろう、もうね。もう辛いのはいいです、本当に。あ、なに、甘口にした、今日中辛です。甘口が良かったな。カレーのおじさんが良かった。岡田くんがね、辛いの食べられないんだよね。あ、そうなんだ。え、なんで一緒に埼玉で働いてたじゃん、知らないの。そんな辛いの。さっきマリナちゃんがパウダー持ってて、パウダー粗挽き胡椒のことじゃないですか。今日そんなあれですよ、今日危険なもの持ってしてないですよ。私は味わいたくない。食べました。食べてないですね。俺あれ食べました、ハバネロチョコレート。あ、食べた。いや、普通にしれっとなんか、俺マジ最近ゴディバよりかうまいって八王子でちょっと有名なんだよ。夕張に雑なパッケージングだなと思ったら案の定ですよ。行きから怪しいし、白いバナーでしょ。やめましょう、最近その話題多いからちょっと怪しいし、白いバナーっていうかね。じゃあちょっと2人のトークで、それは抜いてある。じゃあつなぎトーク、つなぎトークとかまでしなきゃいけない。さあ、最近の YouTube の出来事を小沢さんに伝えてあげるっていうのもいいのかな。あ、見たい。頑張りますよね。昨日も埼玉営業所でやったんですよ。辛いやつ。本当はわさびの、今度はこのおばさんにカレーパンを。溝口部長が喋ってんの大丈夫です。大丈夫ってなんだよ。せっかく女の子が喋ってるのさ。はい。はい。声張ってる。で、そのわさびの焼きそばの、なんとか時刻みたいな。買ってきてた。カップラーメン、タピオカそばね。副事部長しか会話してないですか、もしかして。他の人たちも話してくれてるよ。奇跡ぶりですね。おー、そうそうそう。副事部長誘ってもしょうがない。え、トマトは最後にね。トマトは最後の。あ、最後に、もうちょっと煮立ってたんだ。いやー、ちょっと。あ、佐藤のご飯はチンするんだ。チンするの。どのタイミングでチンするの。玉ねぎのいい匂いする。じゃあすっげえ腹いきますね。ちょっと見て、食ったじゃないですか。三色丼ね。こんなんだよ、こんな。三色丼食って食うな。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。このタイミング、こんなタイミング。いや、パンもちっちゃいよ。ちっちゃいパンとか出てる。普通のパンです。まあ、でもこんなもんじゃない。これにまた野菜が入るから。野菜じゃなくて野菜ね。あ、
なんだ、ちゃんと拾ってけど、そういう鉛は野菜。いやでもね、今ほら、鉛が流行ってた。結構ね、隠れてみんなに言われてます。なんか鉛ってます。いや、間違いない。野菜多分和田さんとかも実は結構思ってる。あるでしょ。まあまあ、みんな思ってます。まあ、今鉛ったって思うけど、気づかって言わないけど、まあ、めんどくさいからね。ごめんな、ごめんな。まあでも水田さんには大丈夫。俺も待ってみ、俺も待ってみって言うから。なるほど、水田さん慣れちゃった。だからあれが標準語に聞こえちゃって。てか野菜切っとけば。ナスはね、もう水田さんになって。まあ、俺もだけだよ。ほら、ほら、ほら。トマトはキンキンにそのまま食いたら。トマトは冷やしてもないし、ね。帰ってやってくださいよ。トマトはなんかもう、いやなんかもう今冷凍庫に入れてちょっと冷やした。トマトソースにしてもらえた。うなごめエロトミ。エロトミがエロトミ。その声エロトミ。エロトミさんです。あれだよ、もうエロくない。これ多分溝口みちょ。ああ。この MK。あ、これで第三権威引かれた。タヌキ。タヌキ。違う違う。あ、じゃああんま知らないでね。これであれですから。知らない。うん、うまい。エロタヌキさん。動いた。ああ、フィッカツって復活っていうですね。フィッカツになりました。あら、カレー入りますこれ。隠し味は何入れるんですか。これは溝口五十じゃないんで答えてない。隠し味は。どうせカピって。カピって。隠し味何入れますか。何も入れないです。なんかチョコレートとかでしょ。そうです。ケチャップ。ソースはね、ミルクとかね、牛乳とかね、牛乳とか、一応溝口部長が2人の愛という。じゃあじゃあ勝ってる。隠し味じゃなくて辛味成分ですよ。ちょっといい感じですよ。いい感じですか。その段階で溶ける料理あんまりないから大丈夫。大体そこまでうまくいく。なるほどね。売れるやん。入れる鍋がないですね。いや、それはラーメンでしょ。あ、そうですね。普通のラーメン。ラーメンね。あのドリルじゃないけど。僕の中に、あの、高木君が出てくれ。ドカンディンですよ。てかエプロンとかしたらよかったね。ね。でもさ、ちょっと今度作っといてもらっていいですか。肉生エプロン。肉生エプロン。ここに穴開いてるけど、肉っぽい。裸にエプロンじゃないですよ。肉生エプロン。肉生エプロン。どういうの？あの亀の絵が入ってる。ちょっとかわいい。かわいい。あ、いや、ニコニコなの。ニコ生とさんは。いや、やっぱり3番キャラクター。エルトミさん覚えてるわ。自分で言ったんじゃん。だっていいだけ。いい油ね。あ、いい油か。いい油。そうですよね。やっぱり玉ねぎがね、焦がした方がいい。
YouTube。あまりね、シャリシャリ感が出ちゃう。いいね、ほんとシャバ肉が。シャバシャバ肉いいっすね。あじゃあ、それで終わりでいいんじゃない？シャバシャバすごい、もうほんとや、パプリカ、パプリカはいいけどな。ルーが、ルーがもっと溶ければ。え、もうルー入ったの？シャバシャバです。え？ちなみにシャバシャバしか、シャバシャバタレって大阪の人に。エロトビさんじゃないの？なんでこうエロトビになってるの？遅いキャラ。なんでバレたんですか？さん、ナス嫌い？大嫌い。あ、ナス嫌い。フルーツ嫌い。フルーツ嫌い。あれ？何が好きなんですか？あのね、俺よりもいいなって。俺もいいなと思ったけど、何ですか？椎茸。俺、キヨコリ食えない。帰る椎茸から椎茸食えないでしょ。まずいじゃん。はい、野菜カレーです。野菜カレー、野菜カレー、夏野菜カレーですね。作ってます。潰しちゃえばね。リンゴかと思ったらトマト。あ、リンゴ。リンゴには見えないね。リンゴ。リンゴ。入ったりする。そう、トマト。リンゴ。あれさ、バーモントカレーじゃん。リンゴと蜂蜜ね。バーモントカレー。バーモントカレー。あの、ジャイニーズが宣伝してるんだよ。あ、ひでかき古いな、ちょっと古いよ。部長しか書いてないじゃん。ひでかきは古いよ、今。たまに普通の方もコメントくれるんですよ。9時1番さんがね、野菜カレーですか？そうですね、野菜カレーですよ。あ、75人までいった。すごい。ありがとうございます。ここ最近にはなかなかない。いや、でも料理番組やから面白い。なんとか3桁まで行きたいですね。俺出してないよ。ちょっと出てきます。ちょっとだけ。いいね、なんか。ちょっと濃い感じに。あれ？ピッ、いいの？ケージ？あの、またつけます。あ、そうだ。これ。トマト入れます。
リスナーは高齢者いますね。50オーバーの人もいる。あれこれ和田さん、市場に大山信夫なんと時間クッキーが登録されました。つけていいんじゃないですかね。わかんない。わかんない。キラートマトって映画見たことある人？キラートマトって映画見たことある人？ない。キラートマト。まあおそらくトマトが殺し屋のトマト。そうだもんね。そういうことだ。どうやらないようです。キラートマトって見たことないよね。キラートマトちょっとないようです。すみませんご期待に。なんか昭和の映画じゃないですか。いや大衆じゃない。でも今このコメントくれた人も僕らに年賀状くれてるぐらいの人ですからね。それは大ファンってことですか。そんな人いるんですか。そんな番組にちゃんと年賀状ね送ってもらったんですよね。ひとたさんでもキラートマトってなんか遊戯王カードになるんだよ。遊戯王カードなるほどね。うん、ほらおーすアタックオブザキラートマト。うん、アタックオブザキラーと思ってほとんど野菜じゃん。すごい絵面。ナスは最後。しかもこれナスまで入るんでしょ。でも夏野菜カレーってお肉入れないことも多いと思う。そうだね、うん、本当に安い。え、そうなの。全然昭和じゃん。アタックオブザキラーとマト1978年。まだちょっと なんか冷たいんです。うん、美味しい。それはトマトが美味しい。いや、カレー風味だ。あ、カレー風味だ。カレー風味だ。ちょっと酸味が効いて美味しい。うん。へぇ、そうだ。アタックオブザキラートマトって映画にパナマでも映画で流れた。うん、やったんだ。出しちょっと少ないだけだ。ナスはアクが出るんじゃない？なんて。だから最後だ。あれそういうことか。だってナスはね一旦待とう。いや入れますよ。ナス入れる前に人、ナス入れる前に俺だけを吸って。ナスアク抜きは水に入れてアク抜きしとくの。もうこれマジ全部チームしてある。してある。してないの？大丈夫だよ。ナスアク抜きしてないっす。水入れてアク抜きしてもらって。え、水に浸しとくんですか。10分15分ぐらいで。お母さんは半分で蓄えたりから来たわけですよね。あ、うん、いや、多分洗剤になるかもしれない。超美味しそうですね。ほんとだ、綺麗色も。あ、これちょっと温めてください。え、これ1個ずつやんのこれ。おいしいだよ、おいしい。エルトミさん毒味だ。なんで毒味なの。ほら、ナス多いな。ナス多い。知らなかったのね。あ、そうなんですよ。アク抜き知らなかったんです。今やってます。やってます。あ、うまいよね、トマトの皮ね。大好き、トマトの皮。中途みたいなリスナー多いなっていうのは多分うちの部長です。申し訳ないです。117番さん。もう今度からエロトミさんだ。なんでエロトミさんなの。全然エロくないじゃん。
感じないで。モザワトーク。モザワトーク。モザワトーク。ちょっと、モロトメさんも入って、ちょっと間をつなぎます。なんで？なかった。ゆすぎちゃったみたいな。オクラカレーみたいな。放送事故？放送事故。オクラいいやん。ルーだけイケメンって言われてもいい。ありがとうございます。126番さん、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい、おいしいです、めっちゃおいしい、うん、ちょっと和田さんもちょっとやっぱ玉ねぎがね、ちょっとね、生っぽい、すごい、でも、真壁さんは辛いって思うんですね。あいつ辛いの受けるよ、ちょっとね、でもね、これ以上に肉が硬くなるぞ。本当ですか。うん、じゃあナス入れちゃいます。うん、じゃあもう入れちゃおう。ナス大丈夫。あ、でも美味しい。肉がちょっとね、これ以上やると硬くなる。ブルゾンやってたって。ブルゾンやってたって。こんなに生まれてよかった。35度。じゃあちょっと脱ぐ。いや、大丈夫、大丈夫。これでいいじゃない。なんかブルゾンのネタでカレーの中に。え、そうだっけ。俺最近見てない。最初からもうめっちゃ見た。なんだっけ、じっくりコトコトみたいな。なんか聞いたことあるように煮込むのみたいな。いけるじゃない。でもだいぶいいんですよね。ほら時間ないぞって。大丈夫、延長します。延長します、大丈夫です。鼻毛そんなだったら息できなそうじゃない。なんか35分待ったら。延長です。ちょっと覚えます。ちょっとやばい。何がフライパンでナスをしんなりするのに。あ、火通す。じゃあレンジしてくれ。レンジ、じゃあ火通すってことでしょ。これレンジできないです。なんか皿ありますか。え、うるさい。これ溝口部長マジね、ブロックしちゃうよこれ。NG に見えない。あ、どうすんの今これ。イヤホンで聞いてるじゃん。ちょっとなんか全然見てなかった。チンするよ、チン皿、うん、チン。いや、そのまま、あ、溶けちゃう、溶けちゃう。これかなんか、あ、そのこれ、そのこれ熱いよ。それにご飯入れて、それでチーズ。そうです。あ、背中見て、背中。あ、和田さんの背中いい。あ、そうか。モルドミさんの背中はもう本当。いや、俺35って書いてくるから。違う。え、で、背中こう35じゃないですか、僕は奥じゃないですか。あ、そうだね。いや、60兆でもいいんだよ。60兆ですね。うん、僕の細胞は60兆。食べたら絡んでくるんだろうか。食べたいから絡んでくる。食べたいから。ああ、俺がね。あ、そういうこと。ああ、そういうことね。あ、もうできますよ。あ、もうさっきからつまみ食いしてから。あ、そうだ。さっきめっちゃつまみ食いしてる。めっちゃつまみ食いしてる。あ、ドアップね。ドアップで枯れてくる。ちょっと水入れてチンだね。水入れた方がいい。水入れた方がいいと、ちょっと水入れた方がいい。新しい水。あ、和田さんできたから。これは多分真壁だろうな、ナス嫌いだって。そうだよ、トマトも。あ、真壁さん。あ、ちょっと、あれ、ご飯、ご飯、あれ、お腹かんだ。はい、できました。そのご飯を鍋にいいんだって。鍋にいいんだって。いいの、こんな感じです。はい、はい、これは
あ、チェルチェルさんだ。チェルチェルさんだ。バレちゃった。ほら、あの、甘みだ。あー、そういうことか。そういうことかでもないですよね。チェルチェル沖縄ですか。沖縄だもんな。甘みは関係ない。甘みは甘みな。ナスは浅漬け。今チーズとか。ナスはとりあえずこの後入れます。あ、切ってもいいじゃん。3つは一緒に全部入れとけ。全部チーズは野菜マカベ。それだっすか。ナス入ったらかんない。マカベさんがナス言ってご飯優先だって。だからナス嫌いだから。ナス嫌いだから邪魔されてる。休憩室いないですか。休憩室もあるよ。どこにもある。あ、ほんとに。ちょっとチェルか。めっちゃうまそう。おお、いや美味しかったよ。やばい。やっぱね、玉ねぎはねちょっとシャリシャリ感があるから。あ、まだちょっとある。うん、俺は玉ねぎ大好きだからいいんだけど。甘い。もうちょっと辛くていいよな。そうですね。うん。それでそんなシャバシャバしてない。あれ成功です。成功。今電子レンジでチンしに行った。ご飯をチンしてます。あれは飲み物。あれってそんなにご飯かかんない。カレーは飲み物。それ増田社長じゃない。時間かかるわ。一軒や3つ目移っちゃえ。MKGP。 今から何かを。
まで。一応出来上がってますよね。まあでも和田さんとか小沢さんとかが食べてあと30分ぐらいですかね。リアクションを。お、そうなんだ。マジですか？お、今日は皆さんありがとうございます。あと2人。あと2人。あと2人。全然12枚。まあいいや、和田さん、和田さん食べるところで100人みたいな。和田が今から食べます。カメラは、カメラ、あ、これ読もうね。清流さんどうも、こんにちは。おはようございます。ちゃんと食レポ。どうでしたパプリカは？さっきパプリカ。甘くていい感じです。甘くていい感じですよ。カレー自体はそんなに辛くはない。中辛ですか？パチ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 。ナスのカレー。ちょっと。こんな感じです。セーブをね、ちょっと今カメラ撮りに行くの。あんまし。あんまし。肉うまい。肉うまい。ナスのカレーはうまし。清流ちゃん。清流ちゃん。出せない。あ、清流さんもナスは好きということですね。はい。すいません。福田が噛みました。シャンってすいません。はい。いい嫁さんになるねよ。甘くたなしは焼いて食べるといいよ。
100人ありがとうございます。俺たちにも、清流さんが俺たちにも誘ってくれますよね。じゃあちょっと今から小沢さんが食レポするんで、ちょっと静かに静かにしないで、小沢さんが食レポしますから。いただきます。めっちゃ余る。ちょっと申し訳ない。はい、じゃあ一人ずつ食レポ改めて、和田さんどうですか？はい、今、大丈夫ですね。今動いた。頼みます。ではどうぞ。これいただきます。うまい。ナス、ピートってね、あとは6分。うん、ボアカムさんがナス向きで欲しい。ナスだけでいい。ナスだけでいいじゃん。おいしい。そしてお肉がおいしい。肉美味しいです。美味しいんですか？これいらない。
プレコをさん、星いくつですか？星3つです。出ました。星3つです。あ、ビールが飲んだ。ビール飲んだ。バーベキューしたの。清流さん、コメントありがとうございます。100人いった。俺作って100人いくのかよ。飯は結構100人いくこと多い。久々の3桁だ。セールさん、これね、外でやってるんですよ。今ちょっとね、カメラ回しますね。こっちにね、チェルチェルがいて、これは今まだ稼働してない三和コースの新しい日産ノートの車両です。まだ動いてない。こういう感じでちょっとね、車庫のスペースを借りてやっております。ノート人気ありそうです。
ですよ、外ですか。めっちゃ暑いでしょ、だって整備さんが。でもそういうものですよね、屋根があるから。ちょっと風もあるしね、今日ね。まっすぐバックは車内の人ここはちょっと深野に近いな、まっすぐバックは。多分これ半分にしてたら足りなかったね、5人前とかだった。鹿児島って本当多いの？多いよな。桜島あるね。桜島も知らないですけどね。カレー俺より辛くても大丈夫だけど、さすがに甘口の食べてると熱くなってくる。
どん食べてます。110名来てる。久々だね。壁塗りの時とは大違い。壁塗りはあれはちょっとあれだった。でも真壁さん、あんまり見ないことね。埼玉でね、料理やる時結構100人来るよね。80人来るよね。ちょっと肉食べてるから。会議中に寝るパターン。そのパターン。半分が出てます。生ゴミだったな。生ゴミだったな。もうコメントも200超えた。いつもコメントくれる清流さんが、うん、よくなったかな。清流さん久々ですよね。ん？あ、うん。月に1回ぐらいの出会いみたいな。全部食べたの？ご飯を？ご飯はなくて、これ最初のご飯から変わってない。カレーだけ3杯。ご飯だって10個ぐらいチンしてる。でもナスは油で炒めると油吸うからね。まあまあそうですね。さっと揚げなきゃいけないって。そのあれあれ。いやチンでよかったな。あ、チンでよかった。腹いっぱいになってくるんだ。さすがに3杯も。3杯も食べたの？あと9です。はい、あと10分です。ここで花火大とかね、やっちゃうとね、隣が老人ホームでね、多分おじいちゃんおばあちゃんがびっくりしちゃうんで。さすがにちょっと。うん。新年配信ね、来週？再来週か。やりますよ、今月。あ、八王子行って。4週目を。今年やるんですか、これは。横浜もやってください。いや、今日八王子の業務社員さんとね、一緒にできればいいかなって。横浜の夜もやってください。夜じゃないの、ニコ生の昼に行くの。夜のベスト放送。いや、いいんだよ。いや、観音崎怖いんだけど、マジで。あ、怖い。食べてた。せっかくだから食べてください。まだ余った。美味しいんですよ。ちょっとだ。ちょっと、じゃあ少しだ。俺も死んでやるけど。え、どういうことですか？どういうことなんだろう？
俺は怖いと俺も死んでやる。いや俺清流さん。清流さん。うん、ねどういうことになるね。めちゃくちゃ清流さんにも怖い。あ、そうなんだ。清流さん心霊配信してるんだ。どこにお住まいなんですか。都道府県ぐらいちょっとね。群馬は、前あれか、結構前に群馬に来れますかとかなんかあったよね。あれ清流さんに。でも群馬だったら湘南新宿ラインで一個に出会った。歯応えって表現ですか。来月もだから料理作るでしょ。次はもうちょっとハードル上げて。上げるんですか。カレーより下げたらどうなっちゃうのよ。カレーの上でもさ、準備が大変だよ。でも入念にパエリアってやつ。パエリア作れます。わかんない。でもなんか魚をおろしてもいいんじゃない。あ、じゃあどうも。おはようございます。あれやってるかな。島田先輩です。パエリアは懐かしいです。懐かしいです。チャーハン。チャーハンサッとできてシャッペリング。チャーハンだとすぐできちゃうじゃん。これこっちです。チャーハンって単純だからね、味付け難しいよね。餃子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 野菜餃子と肉餃子、あんをですって餃子の時は専門の時から作れ全部自分でやっちゃうと思う。私、僕にやらせろ。もしやんす。一回やったから。120人になりました。あ、やった。ありがとうございます。すごい久々の大台に。この後120人もいた時は初めて。初めてですね。うん、ね、今度はだから心霊したらすごい。だって去年何400人ぐらい来たんだよね。心霊。いつ見ても可愛いな。清流さんですよ。清流さん。ありがとうございます。最後にグルゾンチェーミで。清流さんが今カップラーメン。ということで来週ですが、来週は来週はお出かけなんです。お出かけね。3週目はお出かけなので、お出かけ、ちょっと俺がもうなんかかというと、和田さんは埼玉です。小沢さん横浜です。端っこと端っこがもう新宿に来てもらって、新宿御苑っていう大きいお庭があるんで、あそこを散歩しよう。散歩しよう。それでいいんじゃないかな。私が新宿行きますということです。一応そんな感じです。来週はお散歩です。お散歩放送でございますね。かがりさん行ってきて。皆さん、新宿には3人とか待って。いや、僕はちょっと。何？今でしょ？今じゃない、全然。雨ですから、ちょっとね、大変ですよね。雨ですからどうしましょう。ん？雨ですからどうしましょう。
パスでもやるか。一応ほら、ザックパスに持ってった方がいいよ。何かの。雨音楽するだって今日こんな晴れてる。私晴れ音楽。晴れ音楽。お前屋根の下でやったから。そうですね、暑いから頑張るね。そうですね。まあ。海でも行ってくればいいじゃん、江ノ島とかね。海行きたい。江ノ島さんさ。こっち道、ちょっと甘い和田さんの先があんま乗り切ってない。何よ、あれか、インドア旗、インドア旗。歩くのが、歩く以外だった。江ノ島でなんか美味しいもの食べて、ね、帰ってくる。あ、それでもいいですね。車でね、ドライブね、往復4時間ぐらい。渋滞混んでる、絶対混んでる。帰りが混んでる。そこから2時間。そうだよね、1日かかる。普通に運転手並みに運転してきて。なんですね。あ、ちょっと待って、今あと何分だ。5秒とかでどうしよう。え、あと2分です。2分、はい、2分です。また来週の12時から放送します。ちょっと外配信食いすぎたな、ちょっと。いやいや、だってせっかく作ったんですから、これだとでかい。夏の歌を2人でどうぞ。夏といえばサザン。古い定番です。結名詞。私たちの世代だと何ですか。ジャニーズとかダメだよ。オレンジレンジ。あ、オレンジレンジは時代なの。そうです、小学校の時。あ、でも小学校と中学校の運動会でもみんなにやったの。もう俺は大学生、私は社会人だ。緊張の夏、いいですね。あと1分、さん、あと1分、あと1分ね。見てください。次の目標は200人を目指して、本当に選挙区があるかどうか置いといて、あの、ちょっともしかしたらね、車でドライブになるかもしれないし、お出かけですから、来週は、うん、2人が出かけます。どっかに2人置いてくるのか。そうって、どうか知らない、目隠しして下ろして帰ってくる。で、真壁と俺らがこう離れて乗ってるみたいな。いや、本人は自分でカメラ持ってね、ここはどこですかねみたいな。今でもスマホあればさ、すぐ分かっちゃう。スマホは携帯没収だから。携帯没収、全部ケーキが没収。はい、あと10秒、2000円だけは。ということで、帰る。ということで、今週もありがとうございました。たくさんの方が来ていただいてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。